えー、ハッシしです。えっ、ー、とね、今回の動画は、えー、あの、私ね、えーの、体験なんですけども、うちの妻、えー、3人目の子供を自宅で出産した時のことを話します。えっ、ー、と、我が家はですね、3人の子供がいます。えー、一番上が20歳、その上が18、あ、 二十歳、その次が十八、で、最後が十二歳です。で、長男は、えーまあ、病院で、まあ、出産をしたわけなんですが、二人目が助産院さんで産みました。で、三人目が自宅で助産師さんに来ていただいてのお産というのを体験したの、体験させていただきました。えー、その時のことを少しだけお話しします。えっと、うちの妻が、 あのまあ、私も含めてなんですが、えー、今から21年ぐらい前に「えー、体内記憶」で有名な池川明さんといいう方に出会いましたで僕は、えー5えー、と3回ぐらい実際にお会いをしていてあとは、えー、当時本を読んだり、ね、そしてあの講演会を聞きに行ったりというようなことで体内記憶、ね、赤ちゃんが親を選んで生まれてくるというのを 聞いておりましたでこのことがまあきっかけで、えー、自宅で産みたいということで、えー、チャレンジしたのが今から12年前です。うちの3番目をそこで産えっ、ー、とはっきり言ってねもうぜひ皆さんに体験してもらいたい、うん。これからママになる人にぜひチャレンジしてもらいたい。 えー、まず一つ目とにかく病院は嘘だらけです、ね、今の医療は嘘そして、えー、患者さんのこと、えー、あのこれから赤ちゃんを産もうという母体のために、えー、ちゃんと本当に心からのお治療は一切行ってません、ねえー、っと例えば、まあ、これいあのあのなんだろうな、うん、バンされるといけないからあんまり悪口のことは言うのをやめます で、えっ、ー、と、えー、うちの子3番目が生まれるとき、えー、実は、えー、案外、すっとあの赤ちゃん、生まれ出てくれたんです。そしてね、赤ちゃんってすごくて、生まれた瞬間、ビュッと出てくる。頭から出てきたわけだけど、頭が出るまでは、こう大変、こって。だけど、ここまで来ると、あとは、 ニョロニョロって出てくるんです。ニョロニョロって。ミよって。ただ、ここまでが大変。もう、まあ、う,うちの妻、相当つらい思いして。だけど、その出てくる瞬間を、えー、上の子供たちが、えー、自宅で一緒になって、あのー、見ることができました。で、その後助産院さんがすぐ首のところをピュッて持ってね、こういうふうに乗って、そしてそのまんま赤ちゃんをうつ伏せのまま、お母さんの、うちの妻の、 おっぱいのそうね。3センチぐらいしたぐらいかな。よくわかんないけど。に、ポンとうつぶせにして、顔こんな感じで、あの、のせました。うん。その時ね、赤ちゃんに、何の処置もしません。うん。何にもしないんですよ。体を軽く拭くだだけ。それも、ぎゅうぎゅう拭かないの。軽く拭くだけ。うん。そしてお母さんも、はぁ、はあって感じだったの。生まれた、つって。 ほっとしたみたいな、そんな感じでした。そしたら、なんとね、え、赤ちゃんですよ。生まれたばかりの赤ちゃんが、自分から、自分から、まあ、距離にしたら、ま、2センチとか3センチぐらいの距離かもしんないけど、自分でおっぱいを探して、そして自分でおっぱいをくわえたんです。あれには僕はびっくりしました。えって。で、か,んか、あの、看護師さんが、 このことを知っていて,見ててい見うね、張ってるかどうかってよく分かんないけど、気がついたらおっぱいにこう、あの、くわえていたってことです。何にも教えてもいない。生まれたばかりの赤ちゃんが、本能でおっぱいをくわえたんです。そして、この時に赤ちゃんは、安心していたので、全く泣くことはありません。いいですか 助産,員さん助産師さんに言われました「泣く」っていうのは赤ちゃんがびっくりして怖がってだから泣くんだって言ってましただけど今の医療は逆です泣くようにたたいたりするんです、ね、泣いた方がいいみたいなことで泣かないと酸素不足だとか訳の分かんないこと言ってますあれ全部嘘です嘘。そでその後うちの子供は全くその後何て言うのかな いろんな何、あのー、あのーこう、注射だとか、こう予防接種とか、一切やりませんでした。だから、母子手帳に書かれていること、私たちは一切無視して。でも、いまだに、うちの一番末娘は本当に健康です。病気もほとんどしません。うん、風邪もほとんどひきません。えー、上の二人の方はどっちかというと、すぐに寝込む、すぐ熱が出る、そんなような感じです。 それからえっ、ー、と生まれたあとへその緒がお母さんのお要するにおなかねあの膣の中にこうあって胎盤がまだ出てこないんですが実は、えー、うちの妻の場合は後陣痛といいましてうその、えー、生まれたあと今度胎盤が出るための、えー、2回目の陣痛が来ました。うんでえー、その腎痛がが来て胎板が えー、じ自,分自分の力でうちの妻の力でまたそれをこう何て言うのかな吐き出すって言ったらいいのかなまあ口からじゃないけどねこう取り出すみたいなことがありましたですので自分で胎盤を剥がしてそして取り出すここまで全部助産院さんはただ見守っただけですで僕ねその時にあの膣から そのお母さんのところから子どものへその方につながるホースの部分を、えーえー、その先生あの助産師さんが持っててって言ってでこれぐらいの太さ,太さだったんですこれぐらい。ねそれがこういうふうに持ってそしたらねお母さんの方から子どもの方に生まれてすぐに処置せずにほっといたらこうドクンドクンってこう栄養がいくのがこの。 この指先でわかるんです。ドクン、ドクンって言って。そして、15分ぐらい経った時かな、えー。10分ぐらいだったかな。最後の一滴がドクンってこういった後、これぐらい太かった、ね、これぐらい太かった、えー、このホースが、これがいきなり収縮するんです。キュッ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 って、こんな感じに。ふにゃふにゃ、くしゃくしゃくしゃってなるんです。そして、その状態を見て、あ えー、か看護師さんにあ助産師さんに「あ,あのこ,のへそこのホースがあの急に収縮しましたなんかもうお母さんからの栄養が止まったみたいです」って言ったら「あこれで、えー、ようやくあの終わりですね最後の栄養が行き,行き届いたんですね」って言ったんです。そ、ね、そそしててのの胎とへそのに向かってこれは えー、赤ちゃんにならなかったけれども、えー、最後まで、えー、お手伝いをした、誕生するまでの,、えー、その赤ちゃんの身代わりになった細胞だから、その胎盤に手を合わせてありがとうって言いましょうということで、お二人あの、家族で。 子供たちと私と、そして妻の母と助産師さんで手を合わせて、その対盤に向かって、ありがとうございました。本当にありがとうございましたって言って、そして、えーまあ、供養ではありません。とにかく感謝の言葉をその対盤に、あのー、言わせていただいたのを、今でもはっきりと覚えてます。えー、そして、えー、その後です。うん えと20分ぐらいしてからかな30分ぐらいしてからかなお母さんが少し落ち着いたうちの妻がよ落ち着いた時にじゃあそろそろ胎盤の,の処理をしましょうということでね、えー、その時に、えー、大体赤ちゃんから、えー、5センチぐらいのところでハサミで僕が切ってそして、えー、そのホースを取ってで胎盤ももう、あのー、あの無事に出産しましたのでね じゃこれをそろあのまあ処置をしましょうということだったです。こ,ことをしました。ただえっとここはちょっと賛否がありまして、えー、私の助産師さんはここでまあ綺麗にあの包んであの胎盤をまあ処理をしたわけなんですけれど、えー、そのこれからの未来もあの本当の、えー、お産になりますと正しいですね。正しいお産になりますとその胎盤を 生の状態でお醤油をつけて食べるという行為がなんかどうやらあるようです。で、これは、えー、もう少し、あの、こう、地球の波動の次元が上がる、この自宅出産の本当の意味をみんながしっかり理解をする、うん、受け入れる、えー、これが本当に崇高なる、えー、お産の仕方なんだよっていうことが分かれば、 これがもう少し普及していくんじゃないかなと思います。ただもう石屋の支配は終わり、えー、正しいね本当の神の出産の、えー、なんていうのかなえー、っとことがこれからまた情報がねこう皆さんの方に正しく伝わっていくことになりますので、えー、多分。 えー、自宅出産を希望する人がこれからどんどん増えてくると思いますそして、えー、看護師さんの中にも、えー、目覚めた人、えー、本当に宇宙の、えー、創造主とつながっている、えー、人間その人間がまた新たな神を生、えー、んでくださるこういった崇高なる出産という儀式を、えー、昔ながらの、えー 出産の仕方にえ戻るこれが近い将来来るんじゃないかなって思って今僕はあの思っております。でこの正しい本当の出産をもう一度みんなにあの伝えたいしみんな本当にこのことを考えてもらいたいと思いますま。今回の僕の僕お話が えー、参考になればとても嬉しいです。えーうん、そうだね、うんまあ、とにかくあの出産というものの正しい知識そして病院での出産というのは本当は赤ちゃんにもよくないそして、えー、その母体であるお母さんの体をも痛めつける、ね、とても苦しいそして 医者都合そして金儲けねここがもう今後崩壊していくんですこの常識が全部なくなるんですこれからそして昔ながらのねもう人間として崇高な自宅での、ね、出産という方向にこれから意識が大変革する要するにまあ変革っていうかね本当に正しい,い方は 元に戻る。昔に帰る。ね。ただそのことだけです。まあ、このような考え方にこれからシフトしますので、今から、あの、皆さん、このことをぜひね、あの、勉強なさっていってください。よろしくお願いします、えー。また今日も超いいことばっかり言う、かっこいい橋です。<laughs> イエーイ